入道は相場を持っていた。相模の国の住人、大場の三郎景親が、坂東八カ国随一の馬として献上したもので、黒い毛並みだが、額が少し白い。そこで、望月と呼ばれた名馬である。清盛は、それが気に入って、第一の馬屋に入れ、馬番を多数つけて大切にしていたが、一夜のうちに、ネズミが望月の尾に巣を作り、子を産んだ。これはただごとではない、と占わせると、重き御慎み、と出た。さすがの清盛も所有する気になれず、恩用紙の安倍安親に与えてしまったが、ネズミが一夜に巣を作るのは昔にもあった。天智天皇の御世に異国の凶賊の放棄したことが日本書紀に見えている。また、現中納言、伽羅の京のもとに使われている若侍が見たという夢は、実に不吉を極めた。その夢とは、宮中の審議官の庁舎とおぼしきところで、貴人たちが評議をしていたが、その時、平家の味方らしき松座の貴人を追い、上座にある気品高い老人が言うには、近頃、平家が預かるところの窃盗を取り戻し、伊豆の国の流人、先の右兵之助頼朝に授けようぞ、という。傍らの老人も進み出ると、その後は我が孫にも賜れという。若侍が夢の中である翁にその意味を問うと、追われたる松座の貴人とおぼしきは、厳島の大名人、窃盗を頼朝に賜うと言われたのは八幡大菩薩である。また、我が孫にも賜れというのは春日の大名人である。わしか、わしは竹内の名人じゃ、という。